立浪監督、全文コメント。このタイミングでどうかと思うが、やっぱりこの3年目、勝負の年で結果が出せなかった。自分自身、責任を取って、辞めさせていただく。球団とも話をしました。自分自身、就任した時に勝負をかけると、結果が全ての世界。これは監督が責任を取るのは当然だと思います。球団はここから後任選びに着手することになる。お試合後に言ったのか。次の監督誰になるかな。マジでニュース速報で出てくさ。タッツ、辞めるのか。寂しいわ役より。また中途半端な時期に、わら最終試合まで待てばよかったのに。最大の補強が来たと聞いて。遅い遅すぎるよ、立浪。中日ファン大盛り上がりでくさ。これからやん、俺たちを見捨てるのか、立浪。立浪、666を残して勇退へ。せっかくなら再会取って終わろう。これで監督変わっても弱かったら笑う。残された中田どうすんだよ。立浪さん辞めたらファンが減るぞ。タッツがいなくなったチュニドラに何の価値が。プロ野球のエンタメが。嘘やろ。マジ3年間立浪さんに満たされてきたから悲しい。嬉しいけど寂しいな。